明日ついにバレンタインですね。皆さん誰にあげるんですか？友達。レミはパパとママにもあげる。あ、そうなの。ママにも作ってくれるの？チ、うん、レミもパパとママにも作る。作るの。はい。じゃあどうぞ。これもう暖かくしてるから。チョコあるよ。これ使って。うん。使って。とりあえず2個。すみません、なかった。え？一個ずつじゃん。うん、2個入れて。何個作るの、エナは？エナの7、7人？ん？78。そんなに？そんなに作るの？1、2、3、4、4人。レミは本命もあるのかな？あ、本命って。本命さ、ねえ、本命ったら本命だよ。男の人にもあげるのかな、レミ？あ、あげるよ。大レミ。んで、そっか。もう知ってるでしょ、こうやって言われて。好きなようにあげね、ママ。はい、どうぞ。え？はい。ママ、ママ。ちょっと下手つきにいいかも。でかいな。こういうのできるかな。パパ、たぶん、喜ぶんじゃない？チョコレートあげたら。え、お前もあげるかって。いや、やっぱりもう溶けてる。うん、ちょっとした。溶けてきたね。大丈夫。よし、あといい。うん、あとほら、あれに入れちゃって。そうそうそう。こんな風にできました。もうレミ、型終わった。型終わった？これじゃあ冷やしてきて、先に。え？もう終わったの？うん。ああ、めっちゃ甘い匂いする、チョコの匂い。大連のに好きって書こうかな。書ける？それに書けないべ。おお、すごいいっぱい。これパパの？これママの、これミーサの、これパパの。あ、そうですか。あ、これママのハートの、パパの星、そして丸がミーサ。かわいいね。あら、あれに丸が、友達で、このさ、これとこれは大です。はい、完成しました。はい、じゃあ冷やしてきてください。見て、顔。え、顔？何の顔？え、顔にしたの？顔に見えない。大連よ、それ。うん、全部全部？あれ、さっきお友達よって言わなかった？お友達と大連って大連にしちゃったの、それ全部。うん、こっちがお友達よ。よし、早速これ始めましょう。レミ、この前ももうやったもんね。友達、うん、友チョコね。何人来たんだっけ、この前？6人。レミも入れて。レミ入れて6人、うん、で、お友達の家で貯めてきたって。あ、危ない。セーフだね、レミ。セーフでよかったじゃん。明日いつあげるの？学校から帰ってきた後にあげるってこと？うん。レミが行くの？うん。ん？エナたちは学校に持って行けないよね。もしも帰りにミサにあったら、うん、ね、大連のこと家に連れてきてって。いや、来るかな。パパは誰のチョコを一番美味しいって言うかな。全員に決まってるじゃん。ずっと前のチョコあげたよね。うん、あげてるよ。はい、これ持ってくるの。持ってき、何？何これ、ここ入ってないじゃな。そうだよね。ちょっとチナさん適当ですな。レミのはまだ2個ですか。はい。エナ結構ほらできてんじゃん。楽しいですか？はい、楽しいです。エナでもだいぶできたじゃん。うん、すごい、いっぱいできてる今。あ、もう、え、何？ちょっと待ってて。ちな、ちゃんと持ってやってよ。はい。ちな、まだやってる。ん？ほう。すごいね。エナからもらった。レミ、やっぱり。え？これ。何持ってきたの？何持ってきてんの？やっぱり。ああ、それあったね、そういえばね。それ誰に作るの？大連。大連それにするの？うん、結局。あ、それならチも書けんじゃないの？
え、でも字書くやつないんだ。あるよ、エナ。エナあるみたい。レミ、それ何？台の下、うん、台の下何？丸。なんで丸なの？いや、大連の台と、ええ、あ、そういう意味ね。で、下に好きって書くってこと？うん、すごいね。誰考えたのそれ？はい、レミ考えたの、うん、すごいじゃん。レミしか考える人いないんじゃん。あ、そうですか。そうだね。エナ上手。え？エナ上手。お、エナも飾り付けしてる。うん。すごい。あ。チーはもう冷蔵庫に入れてきたの？うん。あとないの？じゃあチーなの？ないよ。あと固まるの待つだけ。もっと丁寧に書けばレミ。ひさこのひさって感じ。ひさしって感じみたい。まあいいんじゃない、どれ見せて。あ、いいんじゃないの。いいじゃん、はい、見せて。じゃあ冷やしてきて。見せて。ね、いいよね。なにこれ。ちな、あとやることないの？うん、えなの見学してんのじゃ。うん、えなだって上手だもん。上手だ、ね、見てるの。見てんの。すごいカラフルだね。なんか、うん、固まった。もう固まった？ほら。これ。ほら。じゃあこれ取れるってこと？じゃあ取れる？あ、貸して。ちょっと。もう固まってはいるよでも。うん。取れる。取れるかも。どれ？取ってみて。取れる？あ、貸して。貸して。取ってあげるか。あ、ちょっと難しいかも。あまり引っ張らない方がいいよ。その棒だけ取れちゃう。まあ固まってるね、でもね。ダメ。明日までおこでも。で、どこに入れてきて。レミ。え、でも。まだ今日バレンタインデーじゃないからね。明日まで置けばいいよ。終わった。お、終わった？え、なん。完成？あと冷やすだけ。うん。あら、かわいいね。超かわいい。カラフルだ。レミは？あ、レミもやっと飾り付けしてるね。うん。1個だけ。なんかドキドキする。なんで？なんかパパにどうやって渡すんですか？パパ大好きって渡す？ちな、違う、パパ大好きでしょ、もちろんね。違う、うん、ね、明日バレンタインデーだから。パパ美味しいから食べてみて。パパ大好きって渡さないね、レミね。うん、だってバレンタインで嫌いな人に渡さないね。そうだよね。冷蔵庫に冷やした。冷やした。え、でももう終わりだよね。うん、オッケー。ちょっと宿題ってくる。まだ宿題やってなかったの？もうレミは終わった。レミ、いってらっしゃい。で、ママじゃあこういうの作りたかった。バレンタインデーキ。あ、パパと思い出の曲それ。あ、そっか、今バレンタインデーだからね。パパとの思い出の歌でしょ、レミ。それ何ですか？リボンさん。一年一度のチャンス。オンベビー。ちゃんと覚えてんだ、その歌。オンベビー、アメビー。あとちょっとじゃない？頑張って。一年一度のチャンス。オンベビー。その歌好きなの、レミ？うん、何番目に好きなの、その歌？一番。一番目、うん、パパとの思い出だから好きなんでしょ？ねえ、ちな、何切ってんのさ？ベルマーク。ベルマーク？いや、ベルマークを集めてる。ああ、学校でね。あ、これにベルマークついてたの。うん。すごい。ベルマーク。おお、そっか、いいね。はい、ベル。あ、終わったね。はい、じゃあ冷蔵庫に入れて冷やしてください。はい。完成。できましたね、チョコレート作り。はい、ベルマーク何個あったの？もう全部切っちゃった。うん、10個あった。じゃあ10個チョコレート使ったってことだね。うん、よし。じゃあ、うん、ベルマークエナに置いてくる。うん、エナ持っていくから、学校に置いてきましょう。じゃあエナ、ベル、エナ、ベルマークがな、うん、しなきゃ言ってあげた。
知らない間に切ってた。もうできたよね、レミね。もうできました。あと冷やすだけだからね。勉強頑張ってね。明日ドキ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 のバレンタインで本番頑張ってね、レミさん。何それ、どう、ちゃんとできてますか。はい、固まってます。うん、固まってる、ちゃんと。これね、これ取れるかな、問題は。取れてほしい。じゃあ最初にこれから入れよっか。はい、どうぞ。これに入れるんでしょ。お、レミも来た。その大連のその大きいハートは取れるのかな。ここに入れてみれば、とりあえず。やれば取れると思うよ。じゃあちょっと開けてみて。うん、取って。ママ、ここ。ああ、ほらね、そうなるべ。よし、取って。うん、取れたね。取ってみるね。ほら、いや。これ、棒取れちゃったね。うん。あ、取れた。取れた。1、2、3。お、レミのうまくいったじゃん。うん。うまく取れたよ、これ。こっち。かわいい。これが、これがパパ。オッケー。あとその問題は大きいあれだね、ハートだね。風呂に入れちゃったもん。はい、パパの。それパパの。うん。はい。頑張ってます。レミさん。なかなかそれ多分取れないよ。はい。難しい。オッケーっていうの。それ何に入れるの、レミ。でも大きいね。そのチョコ、おお、すごいね、特大の。めっちゃ特大じゃんね。特大のチョコ。つうか特大ってどういう意味。たつまげるんですか、本命は。お水がこういうやつだったんですか。こういうやつ、これ、はい、兄さん。はい、はい、家なの。箱前からトレミさん。これレミからだって。はい、持てる？大丈夫？大丈夫。いっぱいだね。大連いないんでしょ？いない。そうでしょ。あ、じゃあ遊びに行くの、これから。うん、遊びに行ってらっしゃい。レミ、残念だね、大連いないみたいだし。大丈夫、まあ、見せもあげるよ、きっと。ちゃんとお返し。遊んでんじゃないの、その辺で。もしいたら喋ればいいよ。兄さんにあのチョコをちゃんと渡したからって、食べてねって。わかった。うん、ちゃんと食べてねって。うん。Right here.